はい、カメラの教室最高師、フォトグラファーの三崎優と、ゆりかです。よろしくお願いします。なんと今日は愛知からはるばるやってくれ来てくれたということで、どうですか、東京は。電車が難しい。確かに、確かに、あっちに比べるとすごい入り組んでる感じが。すごい線が多いね。そうですよね。っていうのはさておき、ここはね、マリンスタジオというスタジオに来ているんですけど、この雰囲気に合ったような絵を撮りたいなって思って、本日のテーマは題して大丈夫、ここカットして。本日のテーマは題してふわりポートレート、いろんなパターンで撮ってみたっていうやつをやってみたいと思います。ということで、ふわりポートレートって言われてなんかイメージ湧きます？画面全体がふわふわしてるそう、でもそれなんですよね、はい、でもそれを撮るにはどういうことをしていけばいいのかなっていうのを踏まえて、今日はちょっと撮影をしていきたいと思います。今日の機材はキャノンの EOS R6 とトキナーの 50mm の F1.4、 まあオペラって言われてるやつですね、これをちょっと使っていきます。ということで最後までお付き合いください。それではやってみましょう、どうぞ。はい、ということでまずはここのフラワーエリアを使って撮影していくんですけど、ふわりとして定番のものがございます。聞いたことありますよね、ブラックミストって聞いたことあります？あ、はい、そう、どんな効果があるとかって電球とか結構にじむような感じとかになるじゃないですか。これと同じようにこの日中の光とか昼とかに使うと、ほんわりふわりするようなフィルターがかかったような絵が撮れるようになります。ここでこのソフトフィルターとかを使う上のコツは、逆光で撮ってあげる、エモさが増します。なんですけど、ここでモデルさんが逆光で撮りすぎるとモデルさんの顔が暗くなってしまうので、こちらにある、ね、F 版でこれでモデルさんを照らしっていうので撮っていきたいと思います。はい、ウッドエリアというポイントで次は撮っていくんですけど、ここの見た感じなんかね、レトロなシャビーな雰囲気がすごいね漂ってるかなって思いますので、レトロな感じとか好きですか？すごい好きです。ということなので、ちょっとそれに沿って撮っていこうかなっていうところで、ここで大事なのが前ボケとかをうまく活かして撮ってみる。まあここでふわりに見せる物はこういったね、草木とかそこにあるあの花壁とかもありますし、こちらにあるね、これもうまく使って撮っていくんですけど、ここでちょっとレトロな感じって言うたらオールドレンズなんかいかがでしょうかっていうことで、これを使うことによって昔の雰囲気の写真とかにじみ出るような雰囲気とか、ボケ方結構ね独特だったりするような絵の出方がするんですよね。今日使うのがタクマの 35mm の F2.3 と、こちらがキャノンの FD50mm F1.4 っていうのを使っていきたいと思います。はい、ということでラストシチュエーションなんですけど、このピンクエリアを使ってみようかなって思うんですけど、なんかここでなんかさっきのシャビーとかちょっと幸せそうな雰囲気というよりかは、メルヘンチックなファンタジーな印象がすごい見受けられてるエリアなので、どうしようかなって考えた時に、こんな見たことあります？ないですねないですよね、普通はないですよね。オブにクリエイティブフィルターってレンズルビーさんが出している、要はこのクリスタルとかを前ボケさせて特殊な世界を作るっていうようなフィルターなので、この世界にはすごい合ってるかなっていう雰囲気で撮ってみたいと思います。はい、ということで全ての撮影終わりました、ありがとうございました。ということで、まあ、こういうスタジオに来るのも結構珍しいかなと思うんですけど、どうでした今日も？雰囲気としてはどこのブースもすごい可愛くって、うん、楽しく撮影できました。ここで大事なのが、モデルさんの雰囲気もそうなんですけど、そのスタジオに合った雰囲気で撮ってあげるっていうのも大事ですし、そこだけにとらわれずにもっと自分の発想力を広げてですね、
自分独創性を作ってみてください。というのも最後のクリエイティブフィルターとかも結構独創性とかを使うような機材ですし、オールドレンズもね、今のこのデジカメにと一緒に使うと結構発想力、いつものその綺麗な絵を撮ろうっていうよりかはちょっとフィルムチックなエモい絵を撮りたいとかっていう目的を持って撮影をしていくとね、機材の選定もすごい楽になりますので、よかったら試してみてください。ということで本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。るいかちゃんの詳細は概要欄でお願いいたします。チャンネル登録とグッド評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。